こんにちは、 AKB48 チーム A の高橋樹里です。同じくチーム A の伊豆田里奈です。チーム K のアンミこと前田アンミです。レモンステレビシーズン14、今回の企画は精錬傑作巫女になれ。お子さんの格好してますね、はい、髪も長くてね。そうですよ、前髪もパッツンでね、ゆいちゃん。なんでそこに触れるの？すごい似合うよね。いそうだもん。成人になったら何かやってみたいことあるかっていうのを話しました。はい、ありますか？成人20歳なんだね。20歳になった。あ、そっか、18歳。20歳になった気持ちを切り替えるためにバンジージャンプとかをしたい。本当に？え、バンジージャンプ、いや、飛んだら気持ち切り替わるの。やばい、バンジージャンプ何年か、やばい、そんなことあります？そんなことないけど。ないんですか？神様、成人だったら私、一人で病院に行けるようになる。行けないんですか？行けないんですか？なんか、あ、行かないわ、うちも。行かないけど。確かに。なんかさ、保護者の方と同意してくださいって言われるんですよ。確かに、だから、二十歳の成人だったら、自分で行けるようになりたい。甘えるのも必要だけど、そう、大人になったって実感しそうだから、ちょっと一人で行動したいな。おお、私はなんて言うんだろうな、ハッピーウェディングあるじゃないですか。お、あれに、あれのなんて言うんだろう、あれに関係することしたいんですよ。どうしたいんですか？違う違う、結婚は結婚してる人がいるじゃないですか。それのなんか横に司会したい。大人じゃないですか。なんかちょっと変わってる。変わってる。まあいいですよ、まあ、いっぱいね、いろんなことが、ね、あるんで、はい。ということで、気になる中身は番組をご覧ください。モンステレビシーズン14。